新型コロナウイルスについて県と奈良市はきょう、1人の死亡と新たに797人の感染が確認されたと発表しましたきょう新たに感染が発表されたのは797人で、前の週の金曜日を下回っています居住地別では奈良市が141人、橿原市が81人、柏市が79人などです 現在の感染者のうち重症は2人、中等症は74人となっています。また、大和郡山市に住む80代の女性1人の死亡が発表され、亡くなった人は合わせて517人になりました。病床の使用率です。重症対応病床で6%、入院病床全体では23%となっています。また、高取町は町内に住む30代の女性が 勤務先である県内の医療機関で4回目のワクチン接種を受けた際接種間隔を5か月空けずに接種するミスがあったと発表しました現時点で女性に健康被害は確認されていないということです